はい、どうも、フリーコンバットです。ミッション9、フェイスレスソルジャー、顔のない兵士。ここもね、なかなかめんどくさいミッションですね。最近では司令部が懲罰部隊も有効な戦力だと思い始めている。そう噂を流すものがあるようだが、それは間違いだ。諸君らは自らの罪を任務達成をもって償っているに過ぎない。そういうあんたは勲章をもらいながらな。おっと、独房連れて行け。独房だ。では作戦を説明する。次はエルジア領内に侵入しての作戦だ。北のワイアポロ山脈にあるエルジア軍通信施設が敵の無人機軍に関連する重要施設だと分かった。貴様らの任務はこの施設を破壊し、敵無人機軍を弱体化させることとなる。だけど簡単に破壊を許せる施設ではないのだろう。一帯は偵察衛星によって常時監視されており、発見されれば対空ミサイルが飛んでくる、その餌食になりたくなければ、山腹から麓にかけて発生している雲にすがるしかない。まあ、雲の下を飛べっていうことなんですけどね。雲を遮蔽とし、衛星から隠れられればミサイルを振り切れるやもしれん。ミサイルが発射されたら雲に逃げ込んで祈ることだ。ミサイルに撃墜されるか、岩場に墜落するか、選ぶ自由くらいは与えよう。ほうほう、はあ、めんどくさいミッションです。はい、カウント、フルバンド、タブロイドと、いつものメンバーです。しご早い機体がいいのかな、早く雲に隠れるために。どうなんだろうな。ラプタで行ってみるか。どうせミッションアップデートで対空だよな。よし、パーツはこんな感じ。ステルス強化してます。囚人ども、仕事の時間だ。直ちに任務に取り掛かれ。はい、ミッション9、フェイスレスソルジャー、顔のない兵士。顔なしか。よし、よし、行こう。敵は上から見ている。雲の中、あるいは雲の下なら見つからない。つまりミサイルは来ない。貴様らでもこれくらいは分かるが。窮屈な作戦だぜ。独房とどっちが窮屈か考えろ。作戦開始。上には雲。そいつが目標のレーダーだ。周囲の対空兵器も破壊しろ。で、これで雲から出て。破壊しろ。ただし命が惜しければすぐ雲に戻り隠れることだ。だと思ったぜ。レーダーサイトを破壊。まだ衛星の監視は続いている。ミサイルに気をつけろ。番犬が何匹もいる気分だな。敵のミサイルの誘導には衛星とレーダー施設の両方が使われているらしい。ラッパ早いな。したがってレーダーを破壊できればミサイルは飛来しなくなるはずだ。確かなのか、その情報は。さあな、身をもって試してみてくれ。ミサイルをやり過ごすなら雲の中がベストだ。フォックス2、そこは衛星から丸見えだ。スペア15、雲のある場所へ戻れ。アラート解除。常に衛星の存在を忘れるな。ミサイルはどうした。あれ見てるか。スペア15、ロックオン。戻れるか。あれ潰せてなかったのか。どこから侵入するかね。この辺からならいいのかな。レーダーサイトの破壊を確認した。だがまだ全てのレーダーを破壊したわけじゃない。衛星の監視は続いている。
れだけ厳重にしてんだよ。くそ、俺たちは何かをさせられている。なら何よ。任務は危険だが、目隠しで地雷原を走らせるような無謀さはない。お人よしたらタブロイド、結局俺たちは地雷原を走らされてるのさ。黙れ。妄想を口にする暇があったら仕事をしろ。俺は叩けてない。誰でも知ってるような手口で侵入しただけだな。いろいろと分かった。ブルマンド、警告は2回目だ。どうだ。3度目はない。うわ、まだ叩けてない。トリガーだけに任せたのもいい感じがしてきた。ならば貴様はおとりとして地対空ミサイルのまとめだね。どうだ。まだまだまだは落とせない。諦めるか。天気ロックオン。破壊できた。来たぞ、対空ミサイルだ。うわ、避けろ避けろ。避けるだか。よし。敵が雲の中にいる。近づけなければそのうち勝手に墜落する。逃げろ逃げろ。うわ、落とせてない。敵撃墜、その調子だ。クソ、この雲はいつ晴れるんだ。いつ晴れるんだって、晴れたら困るわけよね。あ、一個残してるけど、まあいいか。ステルスの効果って出てんのかな。あ、出ちゃった。いいぞ、目標破壊。あれか。超えたところで潜れるのか。こういったところだ。ああ、帰れたらな。メソ。早いとこ潜らないと。効果が霞み上がったぜ。メソ。メソ。パーシェル、ほら。うわ。パーシェル。メソ。逃げれるか、逃げれるか、逃げれるか、逃げれるか。うわ、当てられた。こっち側から行けるかな。敵の対空兵器が多い。気をつけろ。分かってる。これじゃ攻撃に集中でき。こっちから行けるか。結構な数がありますよ。向こうか。どうだよな。こいつら雲を使って監視をすり抜けやがった。ここは結構数がある。ターゲットロックオン。
配するな。対空砲破壊。あまりない雲が、雲切れた。レーダーサイトを破壊した。最後の一機も撃ち漏らすな。やばい。ここ越えていかないといけない。ここからアプローチできるのか。山の向こうか。すべての作戦目標を破壊した。破壊を計画したレーダーサイトはこれですべてだ。衛星と連携したミサイル誘導システムも機能を停止しただろう。よっしゃ。誰か雲の上を飛んでみろ。はいよ。いい提案だ。いや待て。どうした、バンドック。こちらは第444航空基地飛行隊。そちらの所属を明らかにせよ。近くにこの数がいるとは聞いていない。なんか来たか。来たぞ。応答しろ。こいつらだよな。でもスパホなんだよな。正規軍様、懲罰部隊とは話したくないとよ。結構な数だわ。IFM では味方だぞ。ちょっと待て、ちょっと待て。まさか都会部隊だの宝が。撃ってきた。撃ってきた。撃ってきた。敵なのか、回避するぞ。ロシア軍機、攻撃をやめろ。くそ。どういうことだ。こいつらは味方機じゃない。そっか、まさか IFF を偽装しているのか。現世代の IFF は衛星経由で統合戦略システムにつながっている。解析は不可能だ。そうか、向こうは連携してやがる。ミサイル撃たれてるし、撃たれてるし。相手はどうやって認識してるんだ。くそ、このままでは全滅だ。ゼッケ、一旦雲に逃げ込め。相手の目をくらます。だがその後どうする。
IFF に関する情報は最高機密のはずだ。偽装とは信じられん。みんな来た。タブロイド。よし、バンドク、頼む。今だ、マークしよう。最後尾だ。了解した。ルバンド。新たな識別情報を送った。カウント。これで敵は敵と表示される。頼むぞ。よっしゃ。なったらいただきだ。いただき。レーダーだと赤が見えにくいよ。ダメージ回復頼むよ。どこにいるんだ。どこだ。カウント。はいよ、これで終わりだ。どこにいるんだ。どこにいるんだ。よし、最後の一機は俺が仕留めた。え？チキショー、チキショー。どうして俺は。何、フルバンドが撃たれたんだ。
情報が敵機扱いになってたんだ。はあ？誰が落とした？わざとだな、バンドック。何のことだ？とぼけるんじゃねえ、フルバンドだ。事故だ。あの状況では起こりうる。何かヤバい情報を握られてたっていうことかな。この野郎、気な臭い香りがするね。はい、あんま見るもんないよね。飛ばした。あるいは雲の下なら見つからない。さて、任務は成功。他に特に言うべきこともない。そうだね、お前はいつもそうだわ。待て、カウント。よく言われば、お前の撃墜数は日に日に増している。虚偽の報告をしているのではないだろうな。水増しか。まあ良い、他の連中を少しは見習え。こんなゴミためから逃れてやる。奴らが稼いだ撃墜数で俺は軍中央へ帰り咲くのだ。なんか早めて、これか。これで早送り R1。 高低差が。え？これもう全部やったのかな？まだか。デュアルショックは動かなくなった。どうすればいいんだ。繋がった？ああ、戻ってきた。線をつなぎました。はい、でも A か、ここで、あ、ちょうどここね。相手が敵に変わって、そんなにうまい飛び方じゃなかったですね。まあ次行くか。でもまあ加速の速い飛行機は楽だね。ということで
クリアでした。ではでは、スーパーホーネットの新しいスキルを獲得しました。以上。